給与が上がりますように働くみんなが頑張れるようにお願いします先生給与を上げてくださいリップさんありがとうプロの仕事の給与アップをバイトルプードリップお給与が上がった上がった上がった上がってるじゃあ踊るか給与上がったダンス給与が上がった交渉ありがとうリップさん給与を上げてくださいプロの仕事の給与アップをバイトルプードリップ そうですね、まあ、結構ファンの皆さんが僕らの、まあ、長男次男三男四男、まあ、このランページ家の設定を結構面白がってくださって、まあ、CM も見たよっていろいろ SNS だったりとかいろんなとこであの反応いただいてすごく喜んでくださってたんですけど、まあ、何よりメンバーとかもあ今やってたとか結構グループ16人のグループ LINE があるんですけど。 まあそのラインに飛んできたりとか写真とかが結構僕は、まあ、宮崎出身ということなんであまりそのチャンネル数が2チャンネルしかなくてあんまり映んないんですよ正直番組とかもあ,<ー>あんまり映んないんですけどこの CM はちゃんと流れるんで宮崎でも、うん、お母さんとかお父さんがすごい喜んですごい毎回あの流れた時に連絡をくれたりとかすごい。 そういうい、まあね、大規模な,な CM に出演させていただいて本当に嬉しく思いますし、まあ、メンバーも、まあ、16人いて結構、多分次の回ぐらい狙ってるると思うんでちょっと僕らも取られないように <laughs> <laughs> もう増えていくのかもしれないですけど、まあ、どうなるのかなっていう感じで楽楽ししみみでですすねそこも5なん、6なん、7なん。<laughs> <laughs> 今回第2弾ということでなんかみんなもうランページ家としての役話がもうかなり入ってて <laughs>、うん、すごい前回より新鮮な気持ちというか、うん、やりやすくスムーズに撮影できたなと思いますし、うん、あとは今回ダンスもまた翔平が考えてくれて、まあ、前回よりね、うんあの 覚えやすかったですよね。確かに。苦戦してなかった。苦戦しなくて、まあもっとキャッチーな振りができたので、すごく歓声が楽しみだなという。楽屋で一人であの小ソ連してたのは知ってる。あ、そうらしいです一応パフォーマーなくちはい。前回ちょっとボロボロだったんで。やばいよ。しっかりキレてる。ボーカルよりできてなかったからね。はい。そうですね。今出たようにあの。 振付今回3種類作らせていただいたんですけれども前回結構気合い入れすぎて足のステップが激しかったので今回踊りやすいのとあとあの歌詞にはめ込んだ振り付けを作ったのでそこは見ていただきたいというところとあと前回よりちょっとあの応援技の方もできるようにちょっとだけ進化したのかなとも思うのでそちらの方も是非見ていただきたいところではございます。ポイントどこだろうな でも今回はあの給与給与アップということであの喜びの舞というもの,ものを意識しているのでその喜んでる感じがダンスに表現できたんじゃないかなと思いますねはいま僕空手が有段なんでで元々もともとうほとんどあせまあ、なんかお大人にっていうか中学生とかの頃とかも逆にもう教えてたあの立場だったんでそのまま 行けばなんかその道場を持ったりとかそういうプロだったかもしれないしでも個人的にやりたいのはゲームのまあプロは言い過ぎかもしれないですけどストリーマーとかそういうのをやりたたやりたいっていうかやってたかなみたいな感じはありますそうですね「ランページ」になってなかったら多分東京に上京してないんで多分宮崎で何かやってると思うんですけど。お母さんが介護士 ててい、まあ、ちっちゃい時からずっとそれを見てたんでもしかしたら僕も介護士目指して、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかとかも一生懸命世話してたのかなみたいなこのままっすガチでこのまますねはいすげえ僕はうん猫が好きなんで <laughs> まあ猫の <laughs> 資格取るとか,なかブリーダーとかやりたいなとかあ、うん、だから実家で猫飼ってるんですけど親も猫大好きなので親と一緒に猫カフェ開こうかなとそのためにいろんな資格取りたいなと思いますいい、ね、結構現実的だね <laughs> まあ今後もねもしかしたらできる可能性はあるんでその時はバイトルプロさんお願いします <laughs> <laughs> そうですね、45個ぐらいあるんですけどあの親が釣りをしてたのであの子供の頃から釣りをしてたのでプロの釣り師になるかあと国見高校っていう長崎にあの強い強豪校があったんですけどそこに幼稚園の時ダンス始める前に挨拶に行ったのでもしかしたらサッカー選手になってくって たかもしれないですしあとおじいちゃんの家があのみかん農園とイノシシ狩りをやってたのでそちらを継いでいた可能性もありますしえお父さんの料理のお店を継いでいった可能性もあります,す,すここら辺にしておきましょう選択肢すごいねすごいすごい選択肢がそれをやりたいってはどうですかやりたいはやりたいは両親父のお店継ぐが一番やりたいですかね、えー、意外、うん、そうですね,ね。どうですか なんか、まあ、5周年とはいえどなんか一つ一つ夢は叶えてきたけどあんなんか何か成し遂げたとか、うん、そういう感覚でも、うん、そういうい感覚のことってなかったもんね確かにだから、まあ、いい意味で多分地に足をつけていられてる状態だとも思うので、うんで引き続きしっかりと、まあ、地に足つけてコツコツと。 まあ目の前の夢を叶え続けていくことを頑張れればいいのかなっていう感覚でこの5周年っていうのは皆さんにとって長かったですか、ねうん、今考えると,あ,えと、ね、あっという間でしたけど、うん、たとりあえず16人で5周年迎えれて本当にかったなという思いはすごくありますし、ね、これからさらに10年とか15年とかなんか行くための気合はここで入りましたよね。まあ確かに、はい ご自分の資格やスキルを生かして働きたいと思っているあなたそしてプロフェッショナルを目指しているあなた活躍の場はバイトルプロにあります。ぜひ試してみてみください